イベット・クーパーは、イギリスの政治家。労働党所属。ポンテフラクとカッスルフォード選挙区選出。ブラウン政権では、住宅担当国務大臣、財務省主席担当官、雇用、年金大臣を歴任した。夫のエド・ボールズと共に、夫婦で入閣している。1969年、インバネスに生まれる。彼女の父、トニー・クーパーは、 プロスペクトという通称老ソの幹部で原子力廃止措置機関のメンバー、原子力作業協会の会長をも務めた。保守党から政府の諮問委員にも選ばれていたこともあり、協会からは原子力について白式で説得力があり、はっきりとした意見を言えるものと評されていた。オックスフォード大学ベリオールカレッジで哲学、政治学、経済学を専攻し、 1991年には、ケネディ奨学金を受けて、ハーバード大学、ロンドンスクール・オブ・エコノミクスで経済の研究をした。1990年には、影の財務大臣ジョン・スミスのエコノミック、リサーチャーとなり、1992年には、アメリカの大統領候補ビル、クリントンのもとでも働いた。その後、 影の財務省主席担当官のハリエット・ハーマンの政策アドバイザーとなり、1995年にはインデペンデント誌の経済ジャーナリストとして働いた。1997年の総選挙でポンテフラクとカッスルフォード選挙区から出馬するが、この選挙区は、 元会員副議長のジェフリー・ロフトハウスの地盤で彼の引退で候補者が空いた選挙区だけに大した苦戦もせずに25,725 25票もの得票差で初当選を果たした。その後順調に出世し1999年に保健省政務次官2003年には副首相のオフィスで働いた。2005年の総選挙後はコミュニティ 地方自治担当各外省に任命される。クーパーは党内でブラウン派と見られていたが、2007年にゴードン・ブラウンが首相に就任すると彼の内閣で住宅担当国務大臣に任命された。このポジションは各外省であるものの閣議への出席を求められる地位である。ピーター・ヘイン労働年金大臣の辞任に伴う内閣改造で、 2008年1月24日に女性としては初の財務省主席担当官に任命された。すでに入閣していた夫のエド・ボールズ児童、学校、家庭大臣と共に初の夫婦での入閣となった。1998年1月10日、イースト・ボーンでエド・ボールズと結婚し、以来二人の娘と息子が一人いる。夫のエドは2005年に彼女の隣の選挙区、 ノーマントン選挙区で当選して議員となった。二人を労働党のゴールデンカップルと呼ぶ声もある。なお、夫婦で議員となっているカップルは彼らの他に4組存在する。2001年に二人目の子供が生まれた時、彼女は産休を取って休職した。産休を取った各外省は彼女が初であった。水泳と似顔絵を描くことが趣味である。 リベット・クーパーオフィシャルウェブサイトトニー・クーパー・イズ・ニュー・チェアマン・オブ・ブ・ニフ二十八十ニ世にニュークリア・インダストリー・アソシエーションありがとうございます